休み。日曜日は本来お休みでございますが、悲壮より大理学者をお届けいたします。今年も絶好調のピアノ教室でございます。スペシャル第2弾お届けいたしました。寒いお正月になりましたが、元気100倍ドレミファ音符姫、いつも絶好調でございます。ねえねえリボンちゃん、みんな人や備品は大切にしましょうね。
皆さんのお父さんやお母さんの言いつけに、先生とのお約束を今年も守ってくれると、いろんなサプライズがあるらしいわよ、レモンちゃん。本当だ。今年もどんな楽しいサプライズがあるかお楽しみ。あら、誰か来たわね。あら、今防犯に交通安全もきちんと横の皆さん守りましょうね。火の用心。それでは、期待ください。猫が寝転んだ。